ここまでオール2連対6回の1着を飾りまして優勝戦1号艇ですが、船足は今節いかがでしょうか。結構いけてると思います。乗り心地についてはいかがでしょうか。乗り心地はまあ普通ですけど、はい、モーターの調整についてはもうあとは微調整程度というところなんでしょうか。そうですね、まあプロペラ中心ですかね。はい、そのレースは8ヶ月ぶりとなりますが、スタートは今節どんな風に見えていますか。なんとなくまあ早い感じでいってるんですけどね、はい、優勝戦も早めのスタートを目標設定していかがでしょうか。いやいや、まあ、思ったより早い感じなんで、はいはい、まあ、慎重には行きたいんですけど、はい、分かりました。さあ優勝戦絶好枠1号艇ですが、ピット離れはいかがでしょう。同じぐらい行くと思うんですけどね、まあ、スローの方がいいんで、できればスロースイキから行きたいです。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いします。リズムいいんでね、精一杯頑張ろうと思います。地元の水面ではこれで3連続での優勝ですが、シリーズを通して船足はいかがでしょうか。普通あってほしいですね、はい、乗り心地の面ではいかがでしょう。いいところが一つもないですね。そうですか。節間5回の1着を挙げていますが、調整面はまだこの後どこか求めていくんでしょうか。まあ、今節は、はい、番組よくしてもらってるんで、はい、それだと思います。さあそしてスタートほぼ揃っていますが、今節のスタート感はいかがでしょう。行きたくないんですけど下がるんで、はい、遅れないように行きたいと思います。わかりました。さあ優勝戦は2号艇でのレースです。ピット離れやコース取りについてはいかがでしょうか。どうですかね、はい、まあはい、出てから考えます。はい、それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いします。はい、頑張ります。今節は初日を除けば1着と3着だけでまとめていますが、はい、モーターの手応えいかがでしょうか。そうですね、はい、いいです。この後どんな調整をして優勝戦を迎えますか。もう気温とに合わせるだけです。1年7ヶ月ぶりの都の水面ということで、早めのスタート決まっているんですが、見え方はいかがでしょう。なんとなくざーっといってます。はい、優勝戦のスタート目標も教えてください。10全速でいきたいと思います。優勝戦は3号艇での戦いですが、ピット離れや進入のイメージについてはお考えありますか。まあ、枠近辺からとは思ってますけど、まあ、柔軟にいきたいと思います。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いします。はい、一生懸命頑張ります。都の水面ではもうこれで4連続での優勝ですが、今節は船足いかがでしょうか。そうですね、序盤からしたらだいぶ良くなっていると思います。特徴としてはどんなところにありますか。特徴はないんですけど、まあ、バランス取れて、まあ、中堅上位ぐらいですかね。はい、調整はどこを重点的にとかありますか。ペラー終わって叩いたんで、明日また乗ってみて、はい、それからですね。さあそして今節のスタートですが、見え方はいかがでしょうか。そうですね、全速でいけてないんで、もうちょっと踏み込めてはないですね、はい、優勝戦は全速で少し攻めていくスタートを目指していきますか。そうですね。さあそして優勝戦は4号艇でのレースですが、ピット離れやコース取り、はい、お考えどうでしょう。そうですね、まあ、枠近辺からかなと思います。ダッシュか、はい、それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いします。はい、4連続優勝とは知らなかったんですけど、まあ、ツアー相性がいいんで、ラブ&ピースで頑張ります。応援よろしくお願いします。今節振り返りまして、船足はいかがでしょうか。中堅ですね、はい、乗り心地とかどこか特徴はどうでしょう。まあ、その辺は悪くないですけど、まあ、ちょっと風が強いんで、はいはい、この後どんな調整をして優勝戦を迎えますか。もう明日はプロペラだけですね、はい、今節のスタート感についてですが、見え方はいかがでしょう。まあ、自分なりにはいけてます、はい、優勝戦のスタート目標どのあたりを狙っていきますか。まあ、一定身ぐらい、はい、優勝戦は5号艇でのレースです。ピット離れやコース取りについてはいかがでしょう。まあ、それはなんかプロペラ調整でまあ変わるんですけど、まあ、枠が5なんで、まあ、6原田先輩いるんで、まあ、5、6コースですね、はい、それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いします。精一杯走ります。応援お願いします。準優勝戦の日、お誕生日を迎えられました。おめでとうございます。ありがとうございます。
新しい年で迎える優勝戦となりますが、今節の船足の仕上がりいかがでしょうか。いいですよ。どんなところが特に。いや、全部いいと思いますけど、はい。となると調整についてはこの後どんな調整をお考えでしょうか。いや、もうできる限りの調整はやったつもりです。となるともうあとは微調整でこのまま優勝戦を迎えようというところでしょうか。どうですかね、まだ分かんないですけどね、はい、はい。さあ、そしてスタートについてですが、コンマ0台の早めのスタートも節間しっかり決まっていますが、見え方いかがでしょう。そうですね、まあ、エンジンがいいので、連れてってもらってる感じですね、はい。優勝戦のスタート目標も教えてください。目標とかはないですよ、別に、はい。わかりました。さあ、優勝戦は6号艇でのレースです。ピット離れやコース取りについてはいかがでしょう。ピット離れは、普通ですね、はい。コースは、まあ、動きたいですね、はい。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いします。そうですね、6号艇でも諦めずに頑張りますので、ぜひ買ってください。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。